ゾヤ・バスクリセンスカヤ2019スタンプ・オブ・ロシアゾやヤ、イワノブナ・ボスクレセンスカヤは、ソ連の職業的諜報員、大佐。同じく諜報員のボリス・ルイプキンと結婚し、結婚後の姓はルイプキナ。フィンランドでは、夫婦館長として活動した、トゥーラ州、ウズローバヤ駅の鉄道員の家庭に生まれる。1 9 2一年、チェーカー第十二大隊の司書に採用され、 その後、スモレンスク県特別任務班本部で勤務した。1923年、未成年犯罪者収容所の教官。1925年から1928年、仮委任名称工場で働く。1928年、モスクワに移り、1929年8月から、統合国家政治局外国家で働き始める。最初の認知は、ハルビンであり、 2年間にわたって、統制鉄道問題に関する任務を遂行した。その後、ラトビア、ドイツ、オーストリア、フィンランド、スウェーデンで活動した。1935年から1939年、副市局長として、フィンランドに赴任。フィンランドでは、マダム・ヤルツェバの偽名として知られた。帰国後、分析業務に移り、赤いオーケストラからの情報情報を分析した。 独組戦勃発時、破壊工作、諜報グループの選抜、組織、教育、敵広報への派遣に従事する特別グループの職員であった。特別グループ職員に基づき、独立特別任務自動車加速器旅団が編成され、彼女もそれに参加するはずだったが、異なる指示が与えられた。当時、夫のボリスがスウェーデンで諜報活動を行う準備をしており、 彼女も派遣して、夫婦で活動させることが決定された。1941年末、コードネーム、イリーナは、大使館の報道官として、ストックホルムに赴任した。在任時、情報収集、エージェントの長母、ドイツ占領地各国のレジスタンスとの接触に従事し、1944年、中盤、モスクワに帰還。戦後、ドイツ化の副課長、課長を務める。 1953年春、ヨシフ・スターリンの死後、長方機間内で粛清が始まり、彼女はボルクト収容所の特別課長に左遷された。1955年、年金生活に入る。霊人勲章、十月革命勲章、労働赤旗勲章、一等祖国戦争勲章、赤星勲章2個、NKVD 功労職員称号を授与された。退役後は、 青少年向けの作家となり、1968年にソ連国家賞、1980年にレーニン・コムソモール賞を受賞。ありがとうございます。